三角形の重心、外心、内心の4回目。今回は内心について学習いたします。テキスト07ページを開いてください。角の二等分線に関して重要な性質があります。角の二等分線。これもですね、定規とコンパスによる作図の典型的な例として、最初に学んだものの一つであるかと思いますが、 二等分線の作図以上に重要なのは二等分線の持っている性質であるわけです。角の二等分線は次のような性質を持っている。角、え、XOY、ー。OY えーまあ、直線 OXOY という二つの半直線で作られる角あるんですね。その角の内部にあって半直線 OXOY に至る距離が等しい点は必ず 角の二等分線、角 XOY の二等分線上にある。逆に、角、えー、XOY の二等分線上にある点から、あ半直線 OXOY に至る距離は等しいということです。テキスト丸5ページのところで垂直二等分線に関して同じような性質を学んでいます。 よく似ているということに注目してください。垂直二等分線の場合には、線分の両端点から等しい距離にあるという条件でありました。で、それに対して、角の二等分線というのは、角を作っている二つの半直線から距離が等しいという条件です。 言い換えればですね、全く同じことが成立しているということを言い換えると、12行目以下、0七ページの。点 P から OXOY に下ろした推線、それを PSPT っていうふうにしてやります。で、そうすると、上に述べた性質は15行目、16行目のように。つまり、PS と PT が等しいならば、P は M の直上に乗っている。 二等分線上に乗っている。反対に、えー、16行目。P が垂直二等分線上に乗っているならば、PS と PT は等しい。こういうふうに表すことができるということです。で少しまあ例外的な場合としてですね、P が O に一致している場合、 その場合には、O から OX、OY に水線を下ろすっていうのは、まあ本当はそんな言葉使うことはまあないわけですが、特に O から OX に下ろした水線の足は O と一致してる。あるいは O から OY に下ろした水線の足は O と一致してる。そうに思っていただけば、まあそういうふうに思う方が数学的に合理的である。ということも皆さんの年齢になればお分かりになると思いますが、そのような立場に立つと、 15行目、16行目の括弧一、1、括弧二2の矢印が成り立つわけですね。で、このように左右をひっくり返した矢印、両方の向き、えー、両,両方のですね、えー、命題が成立するということをまとめて19行目のように両側向きの矢印をつけて表現するわけです。そしてこのように表現できるという事実は、幾何学的に言えば21行目以下。 角 XOI の二等分線は、二辺 OXOI に至る距離が等しい点全体の集合であるということになります。この OXOI というのをですね、まあ半直線 OXOI っていうふうに捉えてると、常識的な意味での角の二等分線ということになります。で、それに対して OXOI っていうのが半直線ではなくて、 無限に両方に伸びている直線だとしますね。O という点で交わっている。でそういう直線であるとすると、この角の二等分線も O に関してこの図と反対向きの方に伸びるという線も考えなければならなくなりますし、また、直線 OXOY の二等分線ということになりますと、今考えている角 XOY のいわゆる内角の他に、 その捕獲に相当する外閣ですね。の二等分線も考慮しなければならないということになります。このような立場で以下の話、ぴったり相当するものをですね、考えることができるということについては後で触れることにいたしましょう。とりあえずは内閣の二等分線についてだけ考えてまいります。さて、丸八ページに行きまして <laughs>、 三角形の内角の二等分線に関する最も重要な定理は、三角形には三つの内角がありますが、その三つの内角の二等分線が三本あるわけですが、その三本の直線が必ず一点で交わるという驚くべき性質であります。この性質を証明するときに、えー、外心の証明でやったような、 つまり、三本の垂直二等分線が一点で交わるということを証明したときと同じような証明方法を用います。えー、5五行目から証明ですね。まず三角形 ABC において、角 B と角 C の二等分線、二本の二等分線を考えて、その交点を i といたします。で、その i が角 A の二等分線上にも載っているということを証明しよう。 それが証明できればよい。こう考えるわけであります。えー、外心の場合と全く同じですね。さて、まず、2つの二等分線、角の二等分線の交点 i ということから、i が角 B の二等分線上にあるわけですから、i は AB と BC から距離が等しいわけです。で、従って、IP と IER、 これが等しいということが言えます。で、また、i が角 C の二等分線上にあるという性質から、ip と iq が等しいということが言えるわけであります。そのことが11行目。ip と iq が等しい。これは i が角 C の二等分線上に載っていることから。また、ip と ir が等しい。これは点 i が角 B の二等分線上に載っていることから。 言い換えれば、丸7ページの16行目のカッコ2の性質を、角 C の二等分線と角 B の二等分線について使ったわけであります。そして、11行目の2つの等式、IP イコール IQ、IP イコール IR。この2つの等式から、IQ イコール IR というのがいる。IQ と IR 図を見てください。 IQ と IR が等しいということは、I から直線 AC、直線 AB に下ろした水線の長さが等しいということであります。ということは、ここで、07ページの15行目の性質。水線の長さが等しいならば、角の二等分線上にある。そういう性質を使うと、今証明した IQ、IR が等しいということから、I は、 角 A の二等分線上にある十二行目の結論が言えるわけでありますね。で、えー、このようにして三本の角の二等分線が一点で交わるということが証明できるわけであります。この証明において重要な役割を果たしているのが丸七ページの括弧一括弧二の性質であるということですね。そして I は,はこのように、えー 点 I から3辺 BCCAAB に下ろした水線の長さが等しい、あるいは3辺に至る距離が等しいわけでありますから、I を中心として一辺に接する円を書けば残りの2辺にも自動的に接するわけですで。そういうわけでありまして、この I を中心として3辺に接する円のことを 三角形の内接円って言いますね。三角形の内接円というのは外接円と違って、辺にまさに接するわけですね。ピタッと接する。三角形の辺である直線が円と接するわけですね。三本の辺と同時に接する円。でその円のことを内接円と言い、内接円の中心でありますので、 三中あ、三本の角の二等分線の交点のことを内心というふうに呼ぶわけです。外心と内心という言葉、最初は言葉が似ていて、区別がつきづらいと思うんですが、片方は外接円の中心、片方は内接円の中心で、そういうふうに理解するといいと思います。一般に、このテキスト8ページの図にありますように、 角 B の二等分線上の点を中心としては AB と BC の二円に接する円っていうのを書けるわけです。同じように角 C の二等分線上の点を中心として辺 BC と辺 CA に接する円はたくさん書いていくことができるわけです。えー、そして、うまいこと、角 B のと二等分線と角 C の二等分線の交点、これを中心として書けば AB と BC と CA、 三本に同時に接する円が書けるというわけでありますね。問いさんは、内心に関する基本的な性質を証明してそれを利用しなさいという問題でありますけれども、まず最初、この一般に内心を中心として各円に接する円、 というののはまあ内心から各円に下ろした水線の足なんですね。えー、図において上の図において PQR というのが内心から各辺に下ろした垂線の足でありますけれどもその垂線の足はですね例えば A から見ると Q と R というのは A から見て一番近いその垂線の足ですねその A, A から下ろした垂線の足までの距離 AQ と AR は等しい。 同じように BP と BR は等しい、あるいは CP と CQ は等しい、ということであります。で、これを厳密に証明すること、これはまあ三角形の合同を使ってやればあ何でもないわけでありますが、直感的に考えてみても、まあ、明らかであるわけですね。えー、真ん中の図を見てください。えー、真ん中の図において、I を中心として三辺に接する円がある。A から見ると、円に対して2本の接線、 AB っていう接線と AC っていう接線があって、その接点が R とか Q っていう点なんですね。点 A から円に対して接線を引く。えー、円の外部の点から円に与えられた円に接線を引く。2本の接線の長さが等しい。これは,は、まあ図形の対称性みたいなものから考えてみても明らかですね。まあ、例えば大きなーボール、えー、大きな球。 運動会で玉転がしをするような大きなもの。それを両手で、ピタッとこう接するように掴む。まあ両手の長さが等しいというような事実にすぎません。まあそういうわけで、直感的にもこれ、明らかな事実でありますが、厳密に証明することも容易であります。そして、この性質を利用すると、え、丸八ページの下のような問題。これを簡単に解くことができる。 このような問題については、いろんなまあバリエーションがありまして、えー、この類の問題、慣れないと一見難しいのですけれども、とても楽しい性質があるんですねで。それはですね、一般にこの問題と関連して皆さんにぜひ理解していただくといいと思うのは、三角形 ABC において、例えば BC の長さを small a, Ca の長さを small b, ab の長さを small c でこう置いてやりますとこの x に相当する長さこれをですね small abc を用いて簡単に表すことができるというような定理でありますで、えー、この問題のその私が今口で出した問題の回答をするためには問い三の問題が解ける実力があれば十分ですその基礎は 基礎にあるのは21行目の関係。これだけであるということです。ぜひ頑張ってその問題に挑戦してください。この問題は有名な問題なので、皆さんいろんなところで見かけるチャンスもあると思いますが、あ意外な形をしてますので、独力で挑戦して納得するということが何より大切だと思います。以上、三角形の内心について述べてまいりましたが、内心の一番重要なポイントは、 角の内角の二等分線ということでありました。角には外角の二等分線というのもありますね。三角形 ABC の三頂角において、その外角の二等分線というのを考えると、まあ三本考えることができるわけです。で、えー、三角形 ABC が与えられたときに、例えば角 A の内角の二等分線と、角 B、角 C の外角の二等分線。これも一点で交わる。 というようなことが証明できます。で、こういうのを防、えー、防針防雪円の中心、防針の棒は路傍の石とかっていう時の棒という字ですね。傍らで接する。そういう話があります。で、まあ、角の二等分線は、角を作ってる二直線から等距離にある点全体の集合である。そういう性質の延長上にこういう話もあるということです。